奈良さん、こんにちは。あ、こんにちは。奈良さん、今日は普段読者の皆さんは奈良さんが作ってる絵と車はよく見てると思うんですけど、はい、奈良さんがその車をどんなところで作ってるのかっていうのを知りたくて来させてもらいました。なるほど、わかりました。これ知ってるのはトップの偉い人たちしか知らなくて、軒下で建築工場公園あるじゃない。昔そうなんだ。でも自分が乗りたくて作ってるから楽しいんですよね。奈良さん、ちなみにやっぱり周り見ると、GTR だらけですね。多いですね。ちなみに今お客さんとほとんど GTR なんですか？の方が今は多いです、はい。RB の GTR と VR の GTR だったらどっちが多いかな？多分 RB の方が多いね。奈良さん、ここに一番目立つところに金ピカ号がありますけど、この車はちょっと簡単にちょっと説明していただける、はい、どういう車ですか？これは17年のトラックエディション、うん、トラックエディションベースでしたっけ？これベース、はい。トラックエディションベースで、うん、うちもフルエアロをつけて、うん、オリジナルカラーのゴールドに塗って。すごい色ですね、この金色。奈良さん、ちなみにトップシークレットといえばやっぱり金色のイメージなんですけど、はい、これ金色は奈良さん、なんでトップシークレットは金色なんですか？え、だいぶ昔ですよ、これ。なんかオリンピックの時に、うん、金メダルっていうイメージがあったり。昔聞いたのは、うん、岡田さんがロレックス好き でロレックスゴールドの色を再現したっていうのは。金にするんだったらロレックスも好きだったんで、うん、ロレックスゴールドにしよう。でもそれ何年ぐらい前の話ですか？27、8年前。トップ始めて多分4年目、5年目あたり。それこそ岡田さん、なんでこれトップシークレットっていう名前したんですか？この名前は。あ、それもう言っちゃってもいいですね。昔T 社っていう、うん、あのレース関係やったり、はい、チューニングパーツを作るメーカーに勤めてたんですね。僕たちがよく知ってる T 社で、はいはいはい、そこで改造はあまり携わせてもらえなかったんで、うん、自分でやりたい、じゃあ他の社員に内緒で、うん、秘密でやるんだったら、夜やるんだったら、うん、やってもいいよって許可いただいて、ただしこれ知ってるのはトップの偉い人たちしか知らなくて、うん、みんなは知らないで、その流れでじゃあとりあえずトップシークレットっていう名前で始めようってなっちゃったんですね。ちなみにここにある車は本当いろんな車があるんですけど、もうほとんど GTR なんですけど、1台だけ GTR じゃない車がそこに。あ、これは Z3 号です。え、 Z3 号。イメージ見てたら Z34 のテールと似てるな、 Z32 か、うん、32のテールと似てるな、なんか懐かしいから欲しいなと、うん、ちょうど32 GTR が出た時に一緒に発売された車なんですね、 Z32 って、うん、あ、懐かしいから買っちゃおう、うん、1台仕入れてきて綺麗に仕上げてちょっと遊ぼうかな。おー、なるほど。新しい Z が出るまでに。山本さん、早速ちょっと工場の中をいろいろ見学させてもらっていいですか？はい。じゃあまずはどこから行かせていただきましょうか？やっぱ心臓のエンジンからいきます。いいですか？お願いします。誰も見たことがないであろう。これ35 GTR のエンジン。これすごいでっかいタービンついてますよね。組み上がったばっかりで、これそのアレクサで。これ何馬力ぐらいになる予定なの？これは多分普段乗りで850近辺で、まあ、安全圏です。昔なんか長さですよね。GTR は600馬力超えてないと GTR じゃないみたいな。いや、そんなこと言ってないです。若い頃の長田さんが言ってたかもしれない。それ悪い頃の。一般の方はやっぱ全然入ったことがないところですか？まあ、ほぼほぼないですね。いっぱいパーツがありますね。うん、ちょっと片付いてないな。あ、ミッション。これがエンジン組むときの。え、中田さん、今でもそういうのちゃんと見てるんですか？見ないと忘れちゃう。あとめちゃくちゃ明るいですね、ここ。うん、そう。やっぱ明るい、見やすいように明るくしてるんですか？明るいし、あと、うん、空調が入ってるんですね、ここだけ。24時間。あ、24時間入ってるんですか？24時間ずっと入りっぱなしで、錆びないようにとか。へぇ、エンジン組むときに温度管理が24度、6度とか。浜さんのところもエンジン室はやっぱ涼しかったですね、やっぱりね。エンジン室だけは錆びないのと、あとは温度管理が大事なんで。冬組むのと夏組むのとエンジン変わっちゃうんで。あ、意外とさ、チューティングショップってさ、うん、エンジン室で判断できるんだよね。ああ、どのぐらい。てかエンジン室ないところもあるじゃない。軒下でエンジン組むとこもあるじゃない。昔そうだった。あ、本当。やっぱ今思うとそれってやっぱ間違ってるっていうか、やっぱちゃんと空調を管理したところで組んだ方がいいってやっぱなんか思います。いや、めちゃめちゃあると思う。あ、やっぱそれはある、ね。なるほど。決まった気温で。
やらないと、うん、トルクのかけ方も変わってくるし、うん、あのガスケットの圧着具合変わってくるし、うん、クリアランスも変わってくるんで。それじゃあ、そのマニュアル通りにやっぱエンジンを組んでいくんですか？マニュアルとはまた違って、うん、そのエンジンの特徴によって違うんで、あ、この車はエンジンはクリアランス多めにしよう、この車は高回転回す、流しもあんまりしないで高回転回すんでクリアランス多め、この車はもうそんなに飛ばさないんでクリアランス狭くして耐久性重視で組んでいこうとか。じゃあベースの数値は参考にするけど、その上げ下げっていうのはそれぞれの仕様によって変えていく、だいぶ変わってると思う。それは VR でも RB でも一緒ですか？一緒です、はい。温度で噛むのクリアランスとかも変わっちゃうんですね。あのよくタペット調整って言って、冷感時は 0.35 で温感時は 0. いくつとかって数字が変わっていく、そのぐらい温度でクリアランス変わってくるんで。山田さんって RB も何機ぐらい組みました？いや、もう全然わかんない年間 20-30 台組んだとしたら、それを何年、もうだって35年ぐらい、30年、30年、1000台ぐらい多分今だけでもう1個、2個、3個、4個、5個、6個コンプリートエンジン。すげえ。だって長尾さんがコン詰めてやって1機大体どのぐらいで組めるんですか、時間でいうと。組むのはね、組むの自体は1日かかんない、かかんない。あ、でも1日かかんないですか、うん、ただ組むまでの準備とかクリアランス調整とかで1週間ぐらいかかる。あ、ちなみに RB と VR だったらどっちの方が組みやすいっていうか時間がかかるのが。いや、 RB の方がめちゃめちゃ楽になってきた。あそう、どの辺が違うんですか、 VR と RB。 ヘッドが1個と2個。あ、そこで単純に倍単純に倍違う。そういう意味では、なおさん、ちなみにそのチューニングの師匠っていうか、うん、エンジン組むのとか教えてくれた人って誰かいるんですか？師匠っていたっけ？何なさそう独学ですか、その辺は。多分みんなに嫌われてたから誰も教えてくれなかったオプション見たりオートメカニックっていう本を読んだり、あれも欠かさずに読んでて。じゃあ次のポイントに行かせていただきましょうか。そう、この辺コンピューター作ったりする、そういうコンピューターのストックがあったり。久しぶり暑いからここでデータ作って。ああなるほど。このじゃあパソコンに長さの大事なものがいっぱい詰まってるわけですね。30年分が入ってる。30年分入ってるんですか、これ汚いもの洗うとき、まあまあ綺麗なの洗い場所。その汚れによって使い分けてるんですか？そう、洗浄がそう洗って、エアで飛ばして、うん、で、今後全部錆びないんで、そのまま置いといて、うん、ストックしとけば。っていうか、本当いろんなところがやっぱ整頓されてますね。じゃあ、次のポイントへの撮影してもらっていいですか？どこ行く？そっち行きます、ね、あ、なんだろう、ここなんかすごいね、すごいね。なんだろう、トヨタ部品、日産部品。ああ、ヒューズとかいた。これすごいよ。汚い。いやいや、めちゃめちゃ綺麗です。いわゆるディーラーさんのなんか部品庫みたいな。この辺何のローターなんですか、これ。この辺昔のローターですね。355とか。3210とか。これはこの辺35ですね。ポルシェのこれローアームですか、これアッパーアームかな。キャリパーとなんかありますか。キャリパーポルシェで上は Z33 のアッパーアーム。へぇー、 D1 やってたから。あー、こことかなんかもうお店みたいじゃないですか。お店だよねディストリビューテッドバイ T 社ってなってますT 社次のエリアへ行ってもいいですか？ここすごいっすね。加工場になるのかな。加工場、うん、あ、そうここで溶接してるんですね。これがアルゴ溶接半自動あるか。やっぱあれ、お面はこのクラシックのやつ使ってるんですか？半自動、鉄はこれですね。アルゴマーチです、この辺の。はカットでしょ、うん、削る、うん、大削り、うん、仕上げバンドソーあとはこれが、これ趣味のフライス超本格的な機械ですね、うん、大概何でも加工できちゃうから。結構やっぱ年季入ってる感じなんですね。めっちゃ入ってる。旋盤はちなみにどういうの作ってるんですか、これで。旋盤ショックの部品加工したり、エンジン部品の
研磨したり磨いたり、うん、これサンドブラスこれサンブラあ、サンドブラスとかである、何でもある ねで、これ曲げですよね曲げプレス、うん、マフラーの材料関係、うん、駅前にも作れちゃうのこれが三層切断機、溶接機でもこれ本当に全部あの置いてあるだけじゃなくて使ってる感じが本当しますね、はい、え、長田さんとかのオリジナルマフラーって長田さん溶接してくるんですかほぼ前はしてた手作りだったんですかそれこそそう最初自分で作ってである程度量産の形になったら、うん、頼んで作ってもらってっていう。おっさん地帯溶接とか自分でやっちゃうんですか。うん、マジか。T さんにいた時にマフラー担当だったから。うん、ああそうなんですね。うん、じゃあそこである種溶接は鍛えられたっていうか、ね。めっちゃずっと何年もずっと同じ溶接やったから鍛えられた。でそれで溶接やってるんじゃなくて俺はチューニングしたいんだってところで溶接から今度車検対応の部署任されちゃって、うん、一番嫌いな一番なんか間違った部署陸自通ったりなんか書類作ったり、うん、無理だとそういうことなん間違ってると思う。さんちなみにさっき話で RB1000 機ぐらい組んだかもって話してましたけど、うんうん、エンジンってまだそこにも何機かありましたけど他にもストックあったりするんですか。あ、ストックいっぱいあるまだ。それちょっと見せてください長さんそれ暗いとこだけどいい大丈夫ですそんなにないね。いや結構じゃあそんなにめちゃくちゃありますけど1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 15個全部生きてるエンジンですか。全部生きてるエンジン。よく昔ニュルエンジンで流行ったのね、はいはい、普通の3233にニュルエンジン乗せてで余ったエンジンこれがシャシ小屋、はい、コンピューターの見たことある Z する本当だこれは熊さんこの Z はちなみにこれこれ何だろううちのボスの車だね大ちゃん号です何か作業してるんですかこの車。うーんスロットル、うん、インマニアを作って、はい、あ、綺麗、6連スロットルにして、うん、インジェクションのインジェクションにしてコンピューターは V プロで、うん、もうちょっとで完成。すごい多分もう2年ぐらい預かってるあでももうちょっとで完成するんですか。もう間もなく完成あとセッティングだけ。じゃあ、まあ、ぜひ大ちゃんじゃなくて、うん、走り止め中田さんでちょっと頑張って走りましょう。大ちゃんが走る前に長田さんでちょっと行きましょう。怒られそうだけど、いいかもしれない。ちなみに何馬力ぐらいまでこの車種で測れるんですか。今まで1100ちょっとV12 スーパー作ったじゃないですか、はい、あでもここででもここで長田さん、ちなみにいろんな車作ってきましたけど、うん、一番愛着のあった車とかってどの車なんですか。金の 33GTR。 それは何に何の時ってどの辺で使った。0300とか矢田部の最高速とかやってた頃、あと04やってた頃。それは何でその車が一番思い出あるんですか。一番走った車、一番乗った車。ちなみに GTR 一番好きなのって何。 GTR が好きですか。やっぱ33かな。それ33はなんで一番、33が一番一番乗ってたから、一番愛着がある。ドラッグマシンでエアコンもラジオもないのに九州まで行ったり仙台行ったり、すげえ相当走ったもん。トップシークレットといえばあの、ね、VR32 とかそれこそ V12 スープラみたいなすごい作り込みの車を作るじゃないですか、はい、あれどういう発想っていうかどんな時にこんな車を作ろうって思うんですか。スープラは、うん、空気が良くてそんなに無茶な馬力を出さなくても、無茶な馬力出すと耐久性落ちちゃうから、そこまで無茶しずにのパワーのエンジンで最高速が出せちゃうって選んでた時に、ああ RB かな。スープラの 2J は高回転パワー出ないけども RB は高回転でパワーが出せる。だから最高速のケツのところで RB が有利だから出したり、でも RB じゃやっぱトルクが少ないんでトルク出すためには V12 かな。安全でどこまでも行っちゃうだろうなと思って V12 になってみたりやってた中で、今 VR っていう最強のエンジンが出たんで、どんなステージでも VR で行けるなって今は思ってる。それがそれであの32GTR の VR とかすごい
軽い32 GTR で小回りが効いて振り回せるボディに VR で VR のミッション最高みたいな。でもあれも趣味あれですよね。ほぼほぼ一人で作ったって考えると大変ですよね、でも自分が乗りたくて作ってるから楽しいんですよね。馬場さん、ちなみに次そういうすごいマシン的なのは何か構想はもうすでに頭の中にあったりするんですか？ない。今はない。ないない。思いついたらすぐやっちゃうタイプだから。あ、なるほど。これ2回も全然上がったことないですね。だっけ、ね、ないっす、ないっす。クイズちゃった。海外担当、海外担当、お世話になります。あれ、これは馬場さん何が、これはいっぱい、これブレーキパッド、ボンネット、ボンネット、グッズのストック、なんかすごいな。マネもいっぱいありますね、これね。で、この辺にアルミとかチタンの材料のストック。あ、じゃあこれを下に持っておいて加工するってことですね。今から作ったり、また作るがあったり。馬場さん、ショールーム行く途中、これまたすごい珍しい車がいっぱいありますけど。趣味。これ、この子が、はい、あの、マサユメコ、マサ斉藤さんの、はい、やってたやつ、ずっと預かってんの。で、僕が免許取る前に買った車が GTO っていう、三菱のギャラン GTO、 あとダイハツのコンパーノ、三菱コルト、ファミリア、ファミリア、三菱。昔でも馬場さん作った GTO を一回撮らせてもらいました。野村さんか誰かと来て、あ、そうだそうだ、 GTO を撮りましたよね、あれめちゃくちゃかっこよかったです。あとは昔の車やっぱ好きなんですか？大好き。山田さん、はい、ショールームへ。ショールームへ。ちなみにこのショールームに来ると永田さんに会えるもんなんですか？ね、ほとんどいないですか？ほとんどいない。ちなみにじゃあ誰がここにいらっしゃるんですか？事務員さんとフロントの受付の子と、なるほど、お姉ちゃんが2人います。あ、なるほど。オートサロンといえばトップシークレットっていうぐらいいっぱい賞もらってますけど、ちなみにこの賞もらった車で永田さんが一番これは賞もらえるよと思って持ってったよっていう車は多分32かな。 VR32。 ああ、 VR32、 VR32 と V12、かな。あとここでいつもオプションビデオが流れてるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。見に来てください。ありがとう。長野さん、今日いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございます。こんなとこ見れました。長野さん、ちなみに、次のオートサロン、はい、ブースってどんな感じなんでしょうか？まだはっきり決まってないんですけども、確定なのがこの金の 35GTR、 この子を飾らせてもらう。これめちゃめちゃ目立ちますね。長野さん、ちなみにこれもう走れるんですか？あ、もう走ってます。お、ちょっとこれじゃあ今度撮影させてくださいよ。行きましょうか。ありがとうございます。夜ですよ。お願いします。夜ですよ。行きましょう。抽選で 35GTR VR38 のサイン入りピストン、こちらをプレゼントします。チャンネル登録よろしくお願いします。